パジャマ見せてください。東京ディズニーランドです。あ、通知取ってくれてるの、ショールーム。ありがとうございます。天使の尻尾じゃなくて泣いただ。いや、なんか本当は天使の尻尾だったんですけど、ちょっと楽屋に帰ったら、もうちょっとメンバーが3人、ちょっともう衣装着ちゃってて、まあまあ今日はしょうがないかな、みたいな。まあ、今日だけは、まあしょうがないんじゃないかっていうことになって、まあ、急遽手もでも、みたいな。マジで尻尾だと思ったら、本当に本当やろう、尻尾と思わせといての、あら、そんなことある、だって、いや、ほんとそう、もうほんとほんとそうです。うん、まあ、後輩はまあそうですね、あのやらせなきゃいけない、やっぱりあんな、うん、え、急遽なんだ似合わせてたのにりのちゃんの尻尾見れて感激してたらねよかったですねてっきりリコピの作戦やと思ってた。匂わせ10ヶ月ぶりの劇場公演だって。えー、嬉しい、ありがとう。なかなかコロナでね、ねえうん、純情主義のメンバー分かった瞬間からもうドキドキハラハラしてた嬉しい、ありがとうございます。そう、ゆいとデモデモさせていただきました。正直純情主義と思ってた。えー、あ、そっか、ユニット要素がね、みんななんかユニット何になるんだろうみたいな感じですごい予測してたから、みんななんかデモデモっていうあれはないのかなって思って。どうですか？エモエモでした？嬉しい。最初からツインテールしなかったのに匂わせないためだったのかな。いや、なんかゆいはあの高いポニーテールしてるじゃないですか。ストレートポニーかなと思ったのよ、いつもやってるから。だから、まあ、ゆいがポニーするなら私もポニーにしようと思って、メイクさんになんかゆいがもしポニーテールにするならポニーしにそのテモデモの時だけしますみたいにしたら、まさかのツインするっていうゆいが言ってたから、ノリノリで、うん、そう久しぶりだしね、うん、そうなのよ。アスカちゃんともやったのかな、テモデモでイーちゃんとやったのかな。そこのポジションがめちゃめちゃ久しぶりで、多分イーちゃんが卒業するときに急遽覚えたっていうか、そのポジションを覚え、全体曲そこ覚えたら手もでもできるよ二人でみたいな言って、いや覚える覚えるって言って出たんですよね、確か。うん、いい、なっちゃんとのパジャドラ、そう、なっちゃんと同じポジションなんですよ。そうなの。だけどまだいつパジャドラがまたあるかわかんないけど、私あと2ポジ覚えてるんであと2ポジ覚えてるんで、どうか覚えるんで、覚え直すんで、またえ、リコちゃんの歌声好きだからほんと好きってなって、え、嬉しい。なんか下ろすように幕を閉じたのとが出なくて、なんかリハの時にちょっとあの外すっていうか、裏声でやろうとしたらちょっと変な感じになっちゃったから、その閉じた閉じたのとが歌えればできると思って、本番マジ完璧でした本当に。でしかもリハ終わってから、あのちょっともう一回歌わせてもらっていいですかって言ってあの一人テモでもやったんですよ。そう、一人でやったらなんか最後のアウトロら辺でユイが来て、そう、一緒にやってくれて、そう、私がもう一回その歌のその自分の歌割りのところ、もう一回あのソロのとこ確認したいですって言ってう
わわわわわわ。そうですね、ホークスも今日勝ってましたね。イエーイ。なんかいつも公演中っていうか、もう6時から試合開始じゃないですか、ナイターって。だから6時半に始まるじゃないですか。だから6時に試合開始して、わあ、なんか、あ、野球見ながら公演して、で、公演の途中もちょっとチラッて見ながら、あ、勝ってる勝ってるとか、あ、負けてるとかやってたんですけど、なんか全然見る余裕なくて。パジャドラのさ、なんか、やったことあるポジションって言えど、なんか全然その花道出たりとか、新しい劇場の形態になってたりするので、全然覚えられなくて。あれみたいな。ボロボロなのよ、本当に。リハまでボロボロで、今日の着リハから完璧だった、うん、え、あ、びっくりした。日高優月と同じこと言ってるな。マジ、ね、私が着てたあの衣装、SK さんの衣装なんですけど、あの、ゆずきの、あの、カチューシャに日高って書いてあった。お友達なんですよ、実は。そう、研究生武道館で一緒に、エモいんですけど、エンドロールやりました。懐かしい、エンドロールの絆が。確かに、エアポッツ耳につけてたら試合の経過消けそうだよね。絶対ダメでしょ、そんなことしたら。絶対ダメなんよ。え、SK さん明日来るの？本当？なんだろう？ゼップとか？コンサートですか？うわ。今日はリコちゃんのお知り合いの小さい子可愛かったね。お友達。お友達なの。うん。ラジオ聞きながら公演。あ、ラジオ聞けない。しないですよ、そんなの。そんなんしないですよ。マジかとか独り言もらったんです。しない。いやー、めちゃ、あ、ショールームのアーシャ変わったん、嘘。え、アーシャどうですか？そう、アーシャ変わったんですよ。あ、ゼップで TMS がコンサートする。マジ？行きた。何時からですかとか言って。行こうとすな。いいですね。うん。ゆこちゃん押して楽しいだって、嬉しい。ありがとう、本当に。いや、なんか私のこのパジャマドライブ公演って昔やってたじゃないですか。2015年ぐらいなのかな。で、なんかやっぱり、その当時のファンの方も、なんかパジャドラは、なんか私たちの青春です、みたいな。私と同じく。なんで言うのかな、本当にそういう人が多くて。なんかね、メロンジュースくらいの時期だったのかな、あれは。多分シングルはメロンジュースぐらいの時期だったんですけど、なんだっけ、なんかその選抜メンバーがその歌番組とかでいない時に、やっぱりこう選抜の私たちが劇場をこう毎日させていただいてたっていう時代は、本当にパジャマドライブ公演、そのひまわり組があったから、多分劇場公演毎日できてたのかなって思うので。2回公演とかやってたのかな。やってたよね。やってたね。2回公演の間だって、お弁当食べながらイモラジ撮ってたもんね。懐かしい。本当にパジャマドライブ公演が、あ、2013年11月からだから、入ってすぐぐらいですね。1周年迎えたくらいなのかな。1周年は迎えてるか、さすがに。え、2013年でしょ。11年ができた年か。12年が入ったから、そう、2期生だけのひまわり組とかやってた気がする。で、ドラニがデビューの公演なのかな、本当に。で、昔本店の AKB さん1日3公演だ。あれを3公演ってすごいよね。パジャドラ見たことなかったからめちゃくちゃ嬉しいだって。もうまたほんと見に来てほしい。うん。リコピですよ。チコピじゃないです。可愛いけど、なんか。
手もおでもで泣いてたんだ。さすがになかなかちょっと泣きそうだったんだけど、なんか2サビで向かい合うとこがあるんですよ。向かい合いながら踊るとこがあるんですけど、なんかそこが本当になんかちょっと来るものがあったんですけど、あ、ちょっと世界観崩しちゃダメだと思ってそう一生懸命ねえ、そう走り回るの多いかも。確かにめっちゃね、あのリハでめっちゃみんな着リハしたんですよ。衣装着ながらするやつやったんですけど、なんかそれがめっちゃみんな汗だくで、この公演疲れるよねとか言いながらやってて、そうそうなの、僕の桜で泣くの予想してたら泣かないよ泣かない、さすがに。だって初日だから今から始まるからね。まあでもなんかその2人卒業して、ミュンもさ卒業発表したからさ、なんかこのメンバーでできるのはラストかなとか思ってね。でね、みんながなんかパジャドラはその青春だったみたいな感じで言ってたから、なんかまたあの頃HKT を応援してくれてたみんながまたもう一回ね、この新しい劇場になって公演で、ね、あの時の公演も見に行こうって言って見に来てくれて、まあ、それでね、私のことじゃなくてもなんか後輩のことを好きになったりとか、後輩の子を会おうそうって思ってくれたりとかしたら、なんかめちゃめちゃ本望だなって思ってね。それでまた HKT のファンの方が戻ってきてくれた、まあ、いないわけではないと思うんですけど、あのやっぱコロナとかでね来れなかったりする方ももちろんいると思いますし、またちょっと状況がねあれですけどね。なんかあの時パジャドラの時めちゃめちゃ通ってたけど、最近行ってないなって人にまた来てほしいなっていうのが私の中ですごくあって、とってもいい公演でもありますし、なんかまたそこに私とかその当時いた2期生とか1期生さんとかがそのドラーにまでの3期とかもいる中で、なんかあのみんながまた見に来てくれたら、でそれでまた HKT、 やっぱ昔の HKT と変わってないんだ、やっぱ伝統受け継がれてるんだっていう、そのひまわり軍のわちゃわちゃ感みたいなものがその受け継がれてるんだっていうのを思ってもらえたら、肌で感じてもらえたら、また HKT のこと好きになってもらえるんじゃないかなと思うので、私は本当になんかそれを目標というか、このパジャマのライブ ではなんか私のファンの皆さんにももちろん見に来てほしいんですけど、なんかあの当時そのパジャマドライブ見に行ってました、あの時の公演みたいな人がまた見に来てくれて、新しい推しを見つけて帰ってもらうっていうのが私の目標です。ロッキザのショールーム、リコピさんおもろくて優しいの 大合唱だって、え、合唱しちゃってる、合唱コンクールすなよねそうだね、今は家庭があるからなかなか遠征できない。そうなの、その当時だって学生とかの人がもう社会人とかで働いてたり、働いて福岡からいなくなりましたみたいな方もめちゃめちゃいるから、なんかそれが感慨深いですよね。でもその分すごい、あ、レイニアさん、クマちゃんありがとうございます。その分なんか私もずっとここの HKT にいられてるんだなっていうのをすごく思うんですけど、まあそれはみんなのおかげだからさ、そう、うん、ありがとうございます。そう、私のこのパジャドラでの目標は、昔のあの見に来てくれてた人にまたもう一回見に来てもらうっていうのがすごく目標で、やっぱりあの当時の HKT の熱気とか HKT のこう活気とかをこう肌で感じてる人にまたもう一回見に来てもらって、なんか後輩を応援しようと思ってもらえるようにすることがすごく目標なので、そうなんです。そうだね、コロナさえ言えば何回でも行けるんだけど、そうなんですけど、本当に皆さん気をつけてくださいね、本当にコロナすぐそこにいるっていう感じなんですよ。コロナが街中に溢れてる、コロナがね、コロナがもう浮遊しちゃってんですよ。怖いよね、本当にめっちゃ怖い。もうどこでさなるかとか分かんないからさ、なんかなったらどうとかね、ならないからどうっていうの、うん、もう本当にもうないですよね、本当に。そう、最近若いファンの人がめっちゃ増えてると感じる。だって、あ、昔からいる方があ、本当、ファンの人たちから見ても、そう、そういうの報告してありがとう。
そうなの。でもなんかね、本当にね、なんて言うんだろうな、私も本当若いファンの人っていうか、そのおじさんの方にも申し訳ない、どこからおじさんっていう基準は本当にないんだけど、本当にないです。いつまでも若々しくいてほしいです、みんなには。なんですけど、なんか女性の方とかやっぱ多くなりましたよね。嬉しいですよね、それも。またなんかその私がすごく嬉しいのは、私もなんか女性のファンの方すごくたくさん来てくれるんですね。嬉しくて、その女の子たちがまた握手会のレーンに並んでくれたりとか、公園に来てくれたりとかした時に、なんかリコちゃんのファンの人、あのすごいいい人ですねみたいな、いい人だねみたいな言ってもらえた時にすごい嬉しいなって感じるので、うん嬉しい。おじさんなんかくださいのやつ爆笑したの。え、なにおじさんなんかください。おじさん命の使い道のセリフみたいなね。古い方とか結構近い流れてるからね。いやでもアイドルはアイドルですよ、すべてアイドルは。地下とかあの関係ないです、すべてのアイドル素晴らしいですよ。で大変ですよ、めちゃめちゃ。どうもアイドルさんも、うん、いいいいいい、ねえ、ゆえるひたすら練習してた。そう、なんかゆえるがさ、おじさん何が欲しいのってやつがさ、リハでやった時にさ、しおり先生がゆえる、あのセリフもうちょっとなんか練習してみたいな言っとって、でなんかうーとか言って、頑張れ頑張れとか言ってさ、そうリコピもそろそろ肩叩かれてるのだって。そんなことない。どういうか、肩もみされてるってこと？どういうこと？え、どういうこと？わかんない。え、どういうこと？教えて、何？え、肩もみされてるのって後輩メンバーから？肩もみは、あ、でもたまにしてくれる人いますよ。なんか、得意なんですよ、みたいな。おじさん何が欲しい？あ、くるみもたくさん練習してた、だって。で、いわゆる、めちゃめちゃ練習しててさ、でもなんか、リハの、着リハの時に、なんかすごい、私が、え、言える、あそこよかったよ、おじさん何が欲しいのとこよかったじゃんみたいな感じで言ったら、なんか、本当ですか、嬉しいって言ってて、しおり先生に聞いてみって、聞けないって言ったら言っとったけん、私がしおり先生に、先生、あの言えるのあのセリフどうでしたみたいな言ったら、なんか、いいよいいよみたいな感じで言っとったけん、ほらほらほらとか言って、練習してるのがわかるって。よかったですよね、めちゃめちゃ。あ、肩たた、あ、そういうこと？肩叩かれてるの、そっちね。いや、叩かれてないですよ、全然。全然。クリーンですよ、クリーン。このグループは本当に。いわゆる本当にパジャマでドライブしてそうな。確かに。アーカイブ早く見たいね、0時過ぎたら。ニコニコゆいなちゃん肩たたき券とかリコちゃん渡しそうだって。待って、ニコニコゆいなちゃん肩たたき券待ってます。でもめちゃめちゃおしゃれなね、なんかプレゼントしたらしいですよ、いぶきに。その話めっちゃ面白かった、可愛いと思って。コメンタリーのアーカイブ見たい。あ、そのあれでしょ、いーちゃんの卒業公演の時コメンタリーしたんですよね、 DMM の。そう、それをまたやることがあるとは思わなかった。そう。しおり先生のモノマネして、しおり先生自身何言われたのだって。なんかあのお手洗いがあるんですよ、楽屋の中に。そこに来てたみたいで、だからもしかしたら聞こえてないかもって言ってた、その話してる時は。もうみんな大盛り上がりでしたよ、楽屋が。先生いるよ先生いるよって。ニコピ28ってマジだって。そう、一番びっくりしてるよ自分がね。28歳になりましたね。びっくり、びっくりだよね、本当に。うん、ソロちゃん楽屋いる。楽屋、そう、楽屋いる。リコちゃん声と口がずれるやつカラオケ機能使うと治るって調子さんが言ってた。そうなの？やってみよう。カラオケ機能ってどうやってするの？できないんだ今これじゃ。うわ、できないんだ。
できないんだ今の状態では。そう、え、しおり先生はねめちゃめちゃね優しいですよ。昔はあの怖かったです、正直ダンスの先生っていう怖かったです。だけどなんかもう最近は本当に HKT はしおり先生がいないと本当にダメです。本当にしおり先生、もう一番アイドル、しおり先生が本当に踊り方もすごく可愛いし、振り付けねたくさんしてますよね。医師とか音の列車とかもそうですね。そう、今はパジャマ、パジャマ、東京ディズニーランド、よっしゃの時ナイスジャンプでしたね。リハでさ、私がジャンプしたらさ、みんなそこからジャンプになってさ、ジャンプの流れ作っちゃったって思いながら、サンダンちゃんなんだかなんだかなんだか HKT とか言ってたら、本番ね、ユエルが一目散にジャンプしだしたから、まあ、ユエルやりたかったんやと思って、ユエルがニヤニヤしてくれ、ユエルにリコピン、いやめっちゃね大変なんですよ、あの名前呼ぶやつ。え、今日はねめっちゃ練習しましたよ。いいですか、今日の。じゃあ披露しますね、いきます。さやなるビビアンあーちゃんそのちゃん HKT よっしゃおだちゃんあきちゃんあいみゅんひじりん HKT よっしゃやろ、くりなにりのちゃんさえちゃんはずきで HKT よっしゃじーなにあおいにりこぴりHKT。 そう、最後は私はその自分が言われた後だからもう言わないみたいな感じで言えるだけ、ごめんなさい本当に、この前ニコ生の花みたいな感じになってるんですけど。そう、あいみゅん、あいみゅんです。そう、あいみゅん、あれは何の順番、あれはあの本家のポジション、本家のポジションなんですよ。それがそう、名前順とかじゃなくてポジションに当て込まれてるから、ワッショイ B のポジション、私は米沢さんポジなんですけど、米沢さんなんでヨなんで結構後の方なんですよ。そう、そのポジション順、ポジション順っていうかチーム B さんの名前順で、そう本家のポジション当て込まれてるからそれでって感じです。そう、毎回さ変わるからさやんないといけないんですよ、これもね、ひまわり組の。そう、なんか僕の桜とかもめちゃ懐かしくて、あのプリキュアみたいなさ制服かわいいじゃん、めっちゃ。でなんか一列になるとこあるんですけど、よく誰か間違えちゃって、その一列になるんですけど、こことここが逆だったりとかして、なんかてん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 てれでんてんてキャカキャカキャカ、ごめんごめんみたいななってた昔。みんなが間違えすぎて、なんか違うポジション移動のとこでちょっとやんわりこう和らげて、何もなかったですよみたいな感じ。そう、完璧でしたね今日は。衣装はね SK さんの衣装ですね。そう、昔っていうか最初にやった時は AKB さんの衣装使ってたんですけど、AKB の研究生かな、 AKB 研究生まこちゃんとかなーちゃんとかがやるときに衣装をこうお返ししたので、 SKE さんの衣装をお借りしてます。そうなのよ。6期生も出るんじゃないかな、ねえ早く出てほしいな、楽しみだな。本当にこの公演はね、本当に本当にね、本当に本当にいい公演だしね、ひまわり組やっぱりさ、その選抜メンバーがイベントとかでいない時とか、今後もねたくさんあると思う。なんかありがたいことにたくさんイベント出させていただいてるじゃないですか、やっぱりね選抜メンバーがね。だからなんかその選抜がいない時に公演ができなくなっちゃうっていうのもちょっともったいないので、せっかくねちょっとね新劇場になったからたくさん公演したいなって思うので、なんかめちゃめちゃなんていうんですかね、パジャドラ比較的ね振り付けはね簡単だと思うんですよね。だから昔のパジャドラも MC めちゃめちゃ面白かった思い出って、本当何話してたんだろう MC とか。
なんかよくエゴサしたらみかんちゃんになんか私が滑りすぎて怒られてるみたいなそうやつあった。何言ってたんやろ。そうだね、ヘマリ組のいいところは研究生と正規メンバー絡めるところ。あと研究生もユニットに出れるのがすごくいいですね。いいよね。ルッキーさんの大内りんかちゃん、リコピさん面白いし、一緒にバラエティーなんだろう星、バラエティー星って言ってたようだって。星星いただきました。星一ついただきました。ありがとうございます。一緒に出たいってことかな、バラエティー一緒にしたいってことかな。いいねえ、なんかあの当時こなんかすごい今も十分濃いんですけど、めちゃめちゃ濃かったじゃないですか。だから今日振りコピーしてるお客さんいた、だってえいたよ、いるいるいる、いたいた、本当にすごいよね、嬉しいよね。なんかさ、桜の花びらたちとかもさ、パーティー公演の時一緒に踊ってたんだよねそう嬉しいよね。こんばんは、だってこんばんは。ひまわり組めちゃめちゃいいですよ、本当に楽しいしね。なんか私自身この自分のその自分の経験っていうか自分の経験になるんですけど、自分の経験で言うとやっぱこの公演をなんか頑張ったからこそやっぱ選抜に入れた、まあ選抜に入れたのはやっぱ皆さんが応援してくれたおかげなんですけど、なんかこのパジャドラ公演ですごく成長できたし、やっぱなんか自分でもそのこのバジャドラ公演でなんていうのかな、うちわとか応援グッズとかがすごい増えたなっていうイメージがあるんですよね。本当にパーティーやってバジャドラとかノーパラとかやってみたいな、こうどん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 こう自分の、あ、自分のこと応援してくれてる人がいるんだなっていうのを実感していった公演でもあったので、やっぱりこの公演で頑張ることによって本当見てる人は本当に見てくれてると思うからっていう話を今日してたんですけど、なんかあるじゃないですか、ポジション当て込まれてるところとかさ、やっぱりあ、ちょっとなんかそのさ、ジャンヌ・ダルクのさセンターとかさせてもらった時もサッシーさんがいて、でカンナがそのポジションに入ってて、でまた私もそこに入らせてもらって公演で出させていただいたんですけど、でもちろん他の場所も出てたけど、なんかそこで、あ、なんか、あ、なんとなく今頑張らなきゃいけないのかなみたいな、今ちょっと頑張り時なのかな自分みたいなのって結構あるじゃないですか、公演のあのポジションとかでね。でもなんかその公演だとみんながこう前に来る時間が、あ、やばいミラーボールありがとうございます。そう、みんなが前に来る時間があるからまだ本当にありがたいんですけど、なんていうのかな、なんかなんとなく、あ、なんか自分はこういう時にこういう風に出て盛り上げたらいいんだろうなっていうのがなんかわかります。そのサシさんももちろん忙しくて全然ね、公演っていうかパジャマドライブでほぼ出させてもらってたんですけど、やっぱりそこで出ると花があってオーラがあってっていうのがあって、なんかそれでまた自分のポジションを試せるっていうのがなんかすごくね嬉しかったですし、またね、その他のポジションを覚えてこのユニットがやりたいからっていうのもなんかどんどん自分からね言ってたなっていうイメージありますねこの曲したいですみたいな、で覚えてみたいな、なんか本当にひまわり組はなんかな、もう何でもありだし、どこをどうしなきゃいけないみたいなのが本当にいい意味でないので、まあ、ちゃんとするときはちゃんとしなきゃいけないっていうのももちろんあるんですけど、なんか自由自在じゃないですか、どこのポジションをね覚えるとかそういうのも一回ねやればね、うん。あの頃毎回同じうちわで気づいてもらいたくて一生懸命振ってたのちょっと恥ずかしい。全然いいじゃん、嬉しいですよひまわり組で一番好きな曲は何ですかって、恋愛中もですか、恋愛中も入れたらラブチェイスですかね
あー、チューさん、ミラーボールありがとうございます。そう、パジャドラで一番好きな曲なんだろう、やっぱ初日かな。か、二人乗りの自転車も好きです。めちゃめちゃ好き。パジャドラの中じゃない、そう、パジャドラの中だったら初日はいい歌だよ、本当にめっちゃ、うん、初日良すぎるね、マジで。ラブチーズ、そうなんだ。あ、ありがとうございます。結婚してっていうギフトいただきました。プロポーズギフトありがとうございます。すいません。初日ね、泣けるよね、本当に。なんか歌詞もいいですし、なんか私自身はそのなんていうのかな、AKB さんっていうイメージめちゃめちゃあって、なんかアックスっていうんですか、リクアワの前のやつで、多分初日がめっちゃ上位に入ってて、みんなでこう泣きながらエンジンしてた、なんかリクアワのね、あれがすごいイメージあったから、なんか本当に、あ、15日から23のスケジュール出たよ、だって。公演ですか、嬉しい。あ、渋谷アックス、そうアックス好きだった、アックスの時から好きだった。スイフが復活してたの嬉しかったね。そう、チームミーカーマックス、そうなので、なんかそのイメージがすごく憧れてたから、で HKT に入って KB さんの楽曲をやっていく上で一番初日がなんか自分たちに刺さったっていうか、なんかパーティー公演の1周年だよね、1周年ですよね、1周年の時にやったんですよね、みんなで泣きながらなんであんなに泣いてたのか分かんないですね、やっぱ感極まって、歌詞の意味もこもって、そう、本当にそれ泣いてて、みんなで泣きながら踊ったっていうイメージめちゃめちゃありますね、うん、かな。だからすごい好きで、なんかそういうのって思い出にずっと残るじゃないですかね。ねえ、だからさ、なんかこう、その公演も後輩にとっても、この公演がそういう公演だったらいいなっていうふうに思いますし、なんか楽しい公演なのでね、みんなで楽しんでいきましょうっていうことで、なんか本当に急遽始めちゃったんで、もうこれぐらいでちょっと終わっちゃいますけど、またゆっくりやれる時に配信しますね。ギフトくださった皆さん、ありがとうございます。こんな短い間でたくさんのギフトをありがとうございます。そう、エンジン今日はジーナだった。そう、またね、この公演始まっていくので、ぜひ劇場公演にね、見に来れる方、ちょっとコロナとかね、なんかお仕事の都合でとか学校とかあって大変かなと思うんですけどね。うーん、でも皆さんぜひね、劇場公演に会いに来てくださいということで、ありがとうございました。めちゃめちゃね、やばいじゃね、ほんとね、もうね、仕切りましたよ、リハーサルも、着リハして、着リハも全力で頑張っちゃったんで、なんかテンション上がっちゃって、楽しいってなっちゃって、そう、今日はゆっくり湯船に使って、ひじりからもらった足に貼るやつを使いたいと思います。なんかさ、ひじりからさ、誕生日プレゼントもらってさ、でいおりちゃんも誕生日プレゼントくれたのよ。でひじりはさ、入浴剤、ストーリー載せてたやつ、入浴剤と、あと足に貼るシートみたいなのくれたんだけど、いおりちゃんがさ、オロナミンシートさ、あとさ、なんだっけ、蒸気でホットアイマスクとさ、あと、なんだっけ、チョコ、ストレス軽減するチョコ、いたわられすぎじゃない私。え、後輩からそういうふうに思う、やっぱそうだよね、でも体力心配されるよねと思って、やばいよね。ねえ、よりちゃん優しいよね。はい、ランキング読んでいきます。ありがとうございます。あ、ギフトくれたから、あ、京香ちゃんもありがとうございます。手ごねこねこね、源さんもありがとうございます。じゅうさん、そして慶吾さん、手ごねこね、手ごねこね、手ごねごれ、手ごねこねこね、源さん、ありがとうございます。壇上読んでいきます。13、あずま橋初回さん、初回だって名前ちょっとすいません、あずま橋8回さん、あ、順位が入れ方、13、ベッキーバイさん、
14位になっちゃいました。あずま橋8階が1階下がっちゃいました。1階下がっちゃ、あ、下がっちゃいましたね。1階あずま橋7階になっちゃって、すいません。12位、酒井さん、ありがとうございます。11位、ゆりえさん、ありがとうございます。10位、たかちゃんかものはしさん。9位、太陽さん。8位、かべちょろさん。7位、中山にゃんたさん。6位、朝ごはんさん。5位、はれゆっぴさん。4位、じゅうさん。3位、れいにゃさん。2位、てごねこねこねげんさん。1位、じゅんじゅんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。押しかけ MVP。決めていこうかしら。いきますよ。ぬぬぬぬ、ちょっと待とうかしら。ちょっと待って、いきますよ。いいですか。はいはいはい。えい、なおさん、なおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。戻れ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 、いけたかな。ありがとうございます。ということで皆さん、本日もおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。ブーブー。あ、モンスターズインク見ました。モンスターズインクのロズみたいな、ロゼみたいな、ロズみたいな。ブーイブーイ。お酒飲んでないです。飲んでない飲んでない。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。またね。初見の方もありがとうございます。そう、ゆっくり湯船に浸かれます。バイバーイ。何回言っとんねん。な、やばい、スクショ。パジャマドライブだから、パジャマでドライブしなきゃいけない。もうちょっと下げて、ハンドル書いてください。え、グータッチしてるわけじゃないですよ。ハンドルですよ、これ。ハンドル握ってる。あ、固まったわけじゃないですよ。ありがとうございます。バイバーイ。居眠り運転しないでな。バイバーイ。